イカリアの呪いは何とかなりそうなのかええ解決の糸口は見つかったならさっさと助けてくれよな俺たちの命がかかってるんだぜ本当よ自分たちは安全だからって一生懸命さが足りてないんじゃない ごめんなさい全処するおい全処ってなんだよ喧嘩売ってんのかお前会議私は喧嘩の売り買いを意図する表現は口にしていないあ落ち着いて吉田君彼女に手を出したら イカリアがちっ,てっ副長さんもさこの状況分かってるの俺たちはかわいそうな被害者なの新生徒会っていう大層な名前の組織なんだったらさ生徒のためもっと一生懸命になってくれてもいいんじゃないの 会社って俺たちがあんたさ俺たさ俺ちイカリアもいじめてたって言いたいんだろ違うぜ。俺たちはぼっちのやつをかまってやってただけで。ちょっとした行き違いで喧嘩になったことはあるかな気になるなら、イカリアにも聞いてみればいいさ。 絶対にいじめられてなんかなかったって言うからさまあとにかく副長さん俺たち被害者のことをちゃんと守ってくれよな。 そう吉田君<笑><笑>ああそうだ俺がやったんだ俺は罪を償った 償えたんだ聞こえてるかイカリア俺がお前の代わりに吉田を殺したぞ <laughs> <laughs> で 俺は罪を償ったダチを殺したお前のためにで許してくれはあ、許してください俺を殺さないでください死にたく ないんですどうかお願いします <laughs> 分かったよお前は他のやつみたいには殺さない<っ>お前は殴り殺してやる耳っちくもったいぶって 命の一辺だって無駄なく痛めつけてやるなんでどうしてお前は想像力が貧しいなバカを相手にするのは本当ムカつくよ俺が吉田を殺されて喜ぶわけないじゃん復讐の楽しみを奪われてムカつくだけなんだよ どから突き落としてくれたお礼をしたかったのにひどい話だろ俺は温厚な方だからさじゃなきゃあいつら殺して回るほどムカつかないって なあ片岡そもそもお前らさ俺が殺さないでくれって言った時どうしてくれたっけ <laughs> 無視して殺してくれたよなあの時の血ばしった目つきも俺をバカにした笑い声もよく覚えてるよこれは復讐。 同罪報復許せるわけないじゃんだからお前はぎったんぎったんに痛めつけてから殺してやる<笑><笑>バカなやつ俺から逃げられるわけないじゃん あと一人で復讐が終わる俺の呪いも解けるはずだあれ私そっかあいつが嘘つき 《任せろって吉田君を助けてって言ったのに》なんで彼が死なないといけないのよいやよ全部もう嫌あいつもお前もみんな死ねばいいのに 私…ずっと彼のことが好きだったのに先輩片岡君を追いかけよう私の剣能は望んだ未来を心に描くことで可能性があればその最適解が断片的に見える。 私は彼を倒すための方法を剣能で調べる中で先輩を見たでも吉田君たちを助けられる未来の可能性は剣能で何度探っても見えなかった私は彼が死ぬことを知っていた片岡君もきっとどう転んでも殺される だから私はあなたに言ったごめんなさい言い訳避けられない運命だったって割り切って罪悪感を減らしたいだけ人が傷つく姿を見るのはやっぱりとてもつらいこのことはもっと前に先輩に伝えることもできたそうすれば少なくともあなたは。 心に予防線を張れたでも私は言えなかった傷つけるのが怖くて傷つくのが怖くてあなたに嫌われるのが怖くて私は私が嫌いずるくて怠惰で自分が傷つくことを恐れて誰かを傷つけてしまう そんなことないそうありたいと願っているだけでもありがとうあなたの言葉こそ優しい私あがいてみるえく来なら 観念して殺されろ価値のない耳っちい人間なくせにもったいぶるなよイカリアくんやめてやめないどいてよこいつが死のうが生きようが 駿河台さんには関係のないことだろうそんなことない私は彼を守りたいどうしたの駿河台さんらしくもない君は他人に関心なんてないだろう違うそんなことどうでもいい 怒りや俺を見逃せさもないとお前が大切にしている駿河台を殺すぞ <laughs> 先輩大丈夫手出ししなくていい私は死なない片岡 お前よっぽど残酷に殺されたいみたいだな駿河台さんには手を出すなって言ったのにさうるさい俺を逃がすか駿河台が死ぬかだ俺は本気だぞ吉田だって刺したんだ駿河台さん少し体を借りるよ俺の力があれば 傷一つなくあいつを殴り殺せるからいや人殺しに加担するくらいなら私は死ぬあなたに取りつかれるくらいなら自死するなっこんなゴミみたいな男に君が一体どうしてそもそも。 君はこんなふうに他人に干渉する人じゃなかったのにお前だな駿河台さんに何を吹き込んだ俺と駿河台さんを怪我しやがって先輩は無関係駿河台さん いいからそこを解いてよこいつを殺せば俺の復讐は完了するそうすれば呪いも解けるはずなんだ霧も結界も消えて全て元通りになる君のためにもなるはずだだからさそいつを殺させてくれよ 呪いってどういうことこの学園の異常は全て俺の呪いが原因なんだ俺の願いは復讐こいつらの死だあなたが満足すれば全ての異常が解決するとそうだ 私の理解と異なるきっとイカリア君の錯誤霧も結界もあなたの行った呪いとは関係がないそんなことはないこれは俺が呪った結果だ俺は特別なんだ現に今俺は特別な存在になっているじゃないか お前が特別かどうかなんてどうでもいいんだよいいから消えろ俺が校舎を出るまで姿を見せるなそしたら駿河台を殺さないでやる <laughs> 本当ムカつく。 悪いがもう我慢の限界だ1秒でも早く死んでくれ <laughs> なっこれ <laughs> お前の体に直接干渉してるんだよ お前みたいなクズに触れるのは嫌だったんだが <laughs> これはこれで刺激的で楽しいな。 これでしばらく動けないだろうへえあんたも気絶させるつもりで放電したんだけどな細いのに頑丈な体してるねまあでも動けはしないのかな少し強めに感電させても あんたならきっと死にはしないだろう先輩大丈夫私もさっき目を覚ましたところ 時間の経過は深刻片岡君の安全は絶望的悔しい放送残念なお知らせだ突然だけどお前ら全員順番に殺してみることにした。 吉田たたちは皆殺しにしにだがご覧の通り学園の異常は治らない俺の呪いは解けていないつまり俺の恨みと憎しみが晴らされていないってことだだから今度はお前らを殺すことにした今まで通り校舎内から逃げようとしても無駄だぞ 逃げようとしたやつから即、殺していくからなみんな殺される順番を震えて待っていてくれよ <laughs> 許さない先輩イデアの破壊を早急に。